はい、こんにちは、ショートです。ペットモンスターソードシールドのシングルランクマッチのシーズン9かな、今のシリーズの最後のシーズンで最終85位、まあ、最終2桁ですね、取ってレートが2074で終われたんで、その最終日の一番最後の自分の順位を決めた対戦と、構築を、まあ、紹介するっていう感じでやってきます。じゃあ対戦の方からどうぞ。はい、じゃあ早速ね、対戦の方を見ていきましょう。で、自分が今90位で、相手が123位で、まあこれ勝てば、おそらく2桁で終われるっていうところですね。で、相手の構築がドラパルト、エースバーン、パチンコドラゴン、トゲキッス、ゴリランダ、ポリゴン2っていうところで、トゲキッスを見るためにバンギラス、で、エースバーンを見るために、ドヒドイで、パチンコドラゴン見るためにクレベースっていう戦術をしたいんですけど、そうすると、ハチマキだったり、剣舞のゴリランダーが無理になるんで、じゃあどっか一体を外して、エアームドを投げるかっていう話なんですけど、まあそうすると、それぞれの役割対象、トゲキッスか、ドラパルトか、どっちか、エースバンか、パチンコドラゴンが無理になるっていうところで、まあ、めっちゃ戦術卓だったんで、まあ、ゴリランダーを一番軽く見て、その代わり初手で一応打ち合えるクレベースを初手に入るっていう感じで、まあ妥協みたいな感じな選出になってます。ねえ、これ初手がね、相手ゴリランダーから入って、ああもうこれ終わったかなみたいな感じではあったんですけど、一応こっちもクレベースから入ってるんで、まあ、最低限打ち合えなくはないかなっていう感じでしたね。で、まあ、ハチマキばかり木とかが結構やばいんですけど、まあ、じゃあそこまで全部ケアしてどう戦うかっていう話もあって、で、なんか殴られた後にこっちが鉄壁積んで、で、トゲキッスに引かれたりするだけで、こうきついんで、つららばりで突っ込みました。で、相手多分、ドヒド引きとかもろもろ考えてサイクル破壊できる、ゴッドハンマーから来ましたね。で、このダメージ量で、こいつはもう、こだわりハチマキだっていうのが、分かってます。で、一応お盆食べて回復して、こっちもつららばりを打っていくと。ただ、ウッドハンマーだから相手のゴリランダー一応少し削れるんで、反動で。ここ2発しか当たんないのがね、ここ3発か4発でゴリランダー倒せてると、めっちゃ楽な試合だったんだけど、まあ、そうはいかないと。で、もう、ゴリランダー引かれるの、考えても、クレベースのヒットポイントないと、みたいな色々問題があって、再生連打で相手のウッドハンマーの反動で、ゴリランダに削れてもらうっていう世界一弱い技選択なんですけど、一応これゴリランダに引かれても、こっちクレベース引き直してパチンコドラゴンに一応まあダイマックスも前提で一応投げれなくはないからみたいな感じでヒットポイント残そうっていう、まあパチンコドラゴンが相手の構築にいてこっちの構築に対して出てこない試合がなかったんで、まあ100いるっていうのは分かってたんで、こういう立ち回りをしてます。だからウッドハンマーがめちゃくちゃ痛いんですよね。本当は初手で鉄壁とか押しとくべきだったんだろうけど、鉄壁から入って再生とかでよかったのかな。まあでもいろいろまあ剣、いやまあつららばりでそもそも結構削れる場合もあったりするし、これ再生連打良くなかったのかな。まあ、初手のつららばりが結構浅かったのかもしれないけど、一応なんか噛み合ったっていう話はありますよね。まあでももうめちゃくちゃ最初に桁取りたいと思ってめっちゃ緊張してたのと、もうなんかもう とにかくなんか綺麗な試合じゃなくても何でもいいから、もうとにかく絶対何が何でも勝つんだみたいなノリだったんで、まあ、なんかなんとか気合でした。もうで一応このきついゴリランダーがここで処理できたんで、でクレベースのヒットポイントもそこそこ残せてて、この HP あれば死に出しからクレベースをパチンコドラゴンに対面させて、ダイマックス切れば、パチンコドラゴンにはまだ処理が効いてるんで、まあ状況としてはそんなに悪くないかなっていう。相手ここ、パチンコドラゴンから来るんですよね。まあ削れてるからっていう話だと思うんですけど、でこっちはもうこの対面ダイマ切る以外、このヒットポイントだとありえないんで、ダイマで突っ込むことにしました。まあ多分相手もこっちがまあ純正受けループっていうのは分かってるから、結構交代を読んできたりとかを
するっていう感じもありますよね。パチンコドラゴンに勝てるポケモンがクレベースしかいないから、クレベースが変に削れた瞬間に負けっていう問題もあったりして難しいんですけど、まあ、相手もダイマックスを切ってると。ただ相手がこれダイマックス切ってるんだったら、こっちもダイマックス絶対切ってないと終わっちゃうんで、ここはダイマックス切りでこっちも正解ですね。ヒットポイントはそこそこある状態でダイマックスできてるんで、パチンコドラゴンはだいぶ、あ、違う、クレベースはだいぶでかいです。多分150ぐらい残ってたから、まあ、300前後になるのかな。もうマジでこのクレベースのおかげっていう感じはありますよね。でも326か。こんだけあればまあ2回耐えるんじゃないかな、みたいな。相手大ドラグーンから入ってるのは結構偉くて、A が下がっちゃうと火力がえぐいっていう。まあ、弾なんですよね。弾パチンコドラゴンがマジで、何周も回ってこいつが結局一番きついっていう。ただ、まあ、ダイマックスからして、ドヒドイデで、トーチカを押して、まあ、毒を入れるか、トーチカ読みで、なんか、非接触技打ってきてるタイミングで、ネットを押して焼くか、みたいな。まあ、そういう、感じですね、ここは。ただダイマックスをいずれにしても絶対枯らさなきゃいけないんで、ここは確かダイオールを押してたはず。相手のまあ裏も確認してたけど。ただまあダイマックスがなくなれば、最悪そのパチンコドラゴンって技外しがあるんで、まあそっちに託せなくもないかな、みたいな。あと、あられダメージも一応ちょっと稼ぎたいとかでダイオールしてます。で、相手ダイバーンを持ってると。まあ、あられダメを嫌ってっていうよりは、これは何なんだろう。まあ、ドラグン打って無動でも、それだったら電撃くちばしでいいよね、第3打で。まあ、その辺の意図があんまよくわかんないんだけど、どういうあれだったのかな。ドラグンでも落ちるけん、ああ、まあピクシー引きとかを考えると、で、第3打でなんか落ちないと嫌だなとか思ったのかな。で、こうクレベースを残す方にかけてて、これなんでなんだっけな、多分あれなんかドヒドの再生力あって、統治下1回失敗した後にクレベース捨ててもう1回チャレンジしたいみたいなノリもあったりしたと思うんですよね。なんかそういう意図だった気がする。ここまで第3打打たれてたら終わってるんだけど、なんか絶対飛んでこないだろうと思って、飛んできてもドラグーンだろうと思って、なんか気づいたら引いてたっていう。で、これでパチンコドラゴンがチビになると。なんか今見返すとすごい結構無茶苦茶な試合展開してるんだけどまあ勝ったからいいんだけど、あんま良くない反省点もめっちゃありますよね。で、ここはもうトーチカしかないっす。で、まあ相手は火炎放射を打ってると。あー、これそっか、特殊技持ってるんだよね。だから対面でダイマックスで大バーン打たれてたら結構まずかったのかな。あの、大トラグーンもだから多分流星群なんだよね。あのダメージ的に。なんか、あんな入んないだろうって思う。普通100、まあ、入って120とかそんぐらいだったはずだから、弾でも。どう考えても。おかしい。多分流星群、電撃くちばし、火炎放射、アット1みたいな。で、ここドヒドイデが、HB 特化で、弾電撃くちばしをトーチ化失敗した状態だから、その威力が倍になってない電撃くちばしを結構きつい渋い乱数で耐えるか耐えないかなんで、あの HP だと絶対耐えないっていうところで一回クレベ捨てて、まあ、弾ダメも稼ぎつつ、もう一回ドヒドイデを投げ直すと。相手のこの選出だと今んとこドヒドイデがいらなかったりするのかな、割と。で、ここまあ、統治化をして、もしこれ失敗しても、二連統治化がまだあるんで、まあ、で、あと二連統治化するタイミングで、パチンコドラゴンの技外しとかも考えると、まあ、こっちはその、目の前の行動を取っていくっていうのが言えばいいのかな。なんか安定行動的な、その、まあ、これだよね、みたいなのをずっとやっていく感じですね。まあ、それで少しでも、分のいい確率を
掴んでいきたいっていう。で、これ、パチンコドラゴンが、砂ダメと、次の毒ダメと、玉ダメで死ぬんで、死ぬぐらいなんで、まあ、ここ、統治家が成功するかしないかはあるんですけど、結局裏の番組に守るがあるんで、ここまで削れて毒が入ればまあ、みたいなところですね。で、ここ2連統治家が、ま、成功していて、これも結構でかかったですね。毒ダメ1回分多く稼げたんで。まあ、ラストがエースバーンいた場合には、裏のバンギラス捨てながら、ドヒドイで再展開して、ヘドロじゃないや、再生力で回復を稼げるんで、なんかドヒドイでを無限に使い回すみたいなことができたり、ドラパルトは型次第だけど、まあ微妙なとこかな。っていう感じですね。で、もうこっち、統治家以外やることないんで、ここ統治家で仮に失敗しても、まだ、技外しがあってっていう。で、まあ、食らうと。で、まあ相手の裏にエースバーンがまだいるかもしれないってことを考えると、ここの、乱数耐えたのは結構でかかったですね。あ、でもどうなんだろう。17残ってるってことは、相手の型次第では、ギリ耐えるのかな、やっぱり。で、ラストトゲキスだったんで、もうドヒドイでは、これでいらないっていうことになって、で、この時点で一番 やばいのが、ここたくまれて、ドヒドイで、もうめっちゃ起点にされるみたいなのがやばかったんで、キリ連打で、エアスラをドヒドイで食らって、ドヒドイでが死んで、バンギーを死に出しっていうのが、一番、いいあれですね。で、こっからは、エアスラでひるむかどうかっていう問題もあるんですけど、まあ、バンギーの砂ターンを最大限残せる形で、最後投げれたっていう、ところで、まあこれはこれで良かったんじゃないかなっていう。で、まあお互いダイマックスもないんで、相手視点マジシャ2発が、まあ怪しいラインだったり、型次第なんだけどね。なんで、まあこっちはもう6ブラしか打つものがないです。たくまれ、守ったタイミングでたくまれるとか一番どうしようもないんで。で、まああとはエアスラで、この砂嵐を枯らすっていうのがまあ相手の勝ち筋なんですけど、こう、なんかこういう時バンギーめっちゃ頑張ってくれるね。4発当てたもすごい偉くて、次2発でこれトゲキス倒せるんですよね。なんで、技を当てさえすれば絶対 OK っていうところで、ただまあ相手が悪気の実だったと。ただバンギラスの偉いところが、トゲキスが朝の日差し持ってても、砂状態なんで回復量がしょぼくて、まあ、6ブラの回数次第と砂の天候ダメージで、じりじり押していけるんじゃないかなっていう。まあまあもう、この辺まで来たらもうあとはなんか、技選択でどうこうみたいなことはないんで、もうなんか祈るだけです。ひたすら、6ブラを、動いてくれ、動いてくれっつって、ポチポチ押してました。で、まあ、あと守ったタイミングで眠るとか、なんか朝の日差しとかも嫌なんで、6ブラしかないですね。本来だったら、トゲキッスに対しては、バンギラスを先に展開して、ステルスロックを巻いておくっていうのが結構大事なんですけど、まあ、戦術的にもちょっとそれができないかなっていう。まあできない感じにうまくさせられてたんで。あと試合時間が多分10分ちょいか。まあ TOD ワンチャンかなと思って時間をちょっと使ったりして、ただ最後は6ブラしっかり動いてくれてトゲキスが倒せました。っていう、めっちゃ、まあ、僕にとってはいい試合でしたね。で、この試合に勝って、夜中の4時ぐらいかな、早朝の4時ぐらいに、58位になって、まあ、そこから寝かして、で、シーズン終わった時に、最終が85位になってましたっていう、まあ最終日でした。はい。ちょっと、構築の中身もちょっとこの後少し紹介をしたいと思います。はい。じゃあ今シーズン使ってた、昨シーズンか、今は。昨シーズン使ってた構築の紹介をしていきます。で、一匹目が、まずドヒドイデで、ヒットポイントと防御に、全振りして、あまりを特防に振ってます。で、技構成が、トーチカネット、黒い霧自己再生で、まあ、バンギラスと合わせて結構いろんなのを受けれるっていう感じですね。バンギラス、まあ、攻術するバンギラスが特殊系で採用されてるんですけど、タイプの関係上、水タイプが、全然受けれないっていうところで、ドヒドイデで水タイプを代わりに受けると。まあ、例としては、ミトムは無理なんですけど、アシレーヌとかかな。
アシュレイヌに対しては、ドヒトイデがタイプ上めっちゃ有利で、何がやばいかっていうと、瞑想されて、積まれることだったんで、まあ、黒い霧。なおと、ドヒトイデに黒い霧があると、ドラパルトに、物理型のドラパルトに受けが効いて、特殊型のドラパルトはバンギラスっていう感じで、ドヒドバンギで結構広く受けますっていう感じでした。あと、エースバーンもドヒドイデでしか勝てないんで、まあ、エレキボールだったり、思念の頭突き持ってるエースバーンが無理なんですけど、実はその技両方ともバンギラスが、すごい簡単に繰り出せる。だまあ、その膝と、エースバーンの飛び下げりと、エレキボールか第三、エレキボールか思念の頭突きを、こっちがドヒドとバンギで、まあ、合わせ、どっちを合わせれるかみたいな、タクを一生やるっていう。まあ、そこがこの構築の最大の弱点なんですけど、まあ、他になんかエースバーンを安定し受けれる方法もなかったんで、まあ、汎用性を広く取るって意味ではすごい良かったんじゃないかと思ってます。で、これが、その例のバンギラスですね。まあ、もともとは、トゲキッスを受ける枠っていう感じで、ハピナスとかがよく入ってたんですけど、まあ、ハピナスも結構ひるまされたり、あと、なんか技の構成上どうしてもステルスロックが入れにくかったりとかっていう問題もあって、まあ、最終的にバンギラスになりました。で、食べ残し持つことで、ステルスロックでバンギラスって疲弊するのがすごい弱いところなんですけど、まあ、食べ残してそこにケアが効いて、で、技がまあ守るがあったりして、食べ残しをちょっと稼いだり、相手に砂ダメージ与えたりみたいな、結構こすい感じがあります。で、トゲキッスに対するバンギラス、バンギラスのトゲキッスに対する処理ルートなんですけど、悪巧みを積まれたトゲキッスにバンギラスを当て投げして、お互いダイマックス切って相手ダイフェアリー持ってると、こっち一方的に負けるんで、先にステルスロックを巻く必要があります。なんで、例えばトゲキッスいる構築には、バンギラスからなるべく入って、ステルスロックを巻いておくか、どうしてもそれがきつい場合にはドヒドイデから入って、トゲキッスと対面しちゃった場合に、黒い霧をずっと押して、その、悪巧みを積ませない。エアスラを打たせるようにして、エアスラのタイミングで頑張ってバンギラスに引くっていう。結構、ただまあ意外とそれは、なんかそんなに、成功率は悪くなかったような気がします。結構、トゲキッス使う人はエアスラ打ってきてくれるんで、まあうまくバンギをね、合わせれたかなっていう。その卓を理解している人だけ一生卓んできて、おーっていう感じです。で、あと、眠るがあって、まあ TOD にもちょっと強いっていう。ポリゴン2もこいつでグダグダやりました。で、3体目が、クレベースでヒットポイントと防御に全振りして、あまりがどこだっけな、特防が攻撃どっちか、まあこれはどっちでもあんま変わんないと思います。まあ攻撃の方がいいかな。ツララバリのダメージ考えると。で、クレベース受けと、あ、クレベースじゃないや。パチンコドラゴン受けと、まあ、ギャラドスあたりかな。ミミッキュも実はクレベースじゃないと結構受けがきつかったりするんで、クレベースは純正受けループに結構外せないポケモンなんじゃないかと思ってます。で、パチンコドラゴンが両刀だったり、ギャラドスのやばい方だったり、いろいろ結構きつい場合はあるんですけど、それでも他にそれを全部受けれるポケモンがいないんで、まあクレベースが入ってます。技構成は鉄壁自己再生ボディプレイ、ツララバリです。で、4体目がピクシーで、ヒットポイントと防御に努力値全振りして、補正も防御にかけてます。で、持ち物が火炎玉で特性がマジックガードの方を採用してます。で、このピクシーが入ってきた理由はアクーラオスが打ち負けだった場合に誰も受けれないんで、まあ、ピクシーになりました。このマーク、チョボ巻きを入れてる人だったりとか、あとなんだろう、まあ、トゲキッスとかも該当するかな、このマークに。っていう場合が結構あったりするんですけど、まあ、ステロも効かなかったりっていうところで結構ピクシーが強くて、で、火炎玉持たせることで、カバルドンにすごい強いんですよね。カバルドンのそのアクビループに入らないっていうところで、まあ、ピクシーが結構そのカバルドンに強い、プラス、マジックガードプラス瞑想で、受けループミラーみたいなのも結構こいつで勝てたりしてたんで、まあ、いい枠、補完として入れるにはすごいいい枠だったんじゃないかなって思ってます。で、5体目がトリトドンで、この枠が、ずっと不思議花を使ってたんですけど、最終日になんか磁場コイルがもうどうしてもきつくて、トリトドンになりました。で、この枠に求められることは、不思議マーと全く一緒なんですけど、水の、そのウォッシュロトムを受けるっていうのと、磁場コイルを受けるっていうところで、まあ、ボルチェンで不思議マーが一生削られて、負けるっていう試合が結構多かったんで、トリトドンでボルチェンの一環を切りつつ、っていうかまあ、磁場コイル全部がトリトドンで基本的に見れて、で、ウォッシュロトムに対しては、
トリトドン後投げするターンに悪巧みされてダイアークを打たれ続けるっていうのがやばかったんで、白いハーフでダイアークの D ダウンを抑えつつ、ドアスレと自己再生で、お城とも受けることができます。で、残りの技、まあそのために自己再生とドアスレが確定で、ネットはまあ誰でも焼けたらいいなっていう話と、あと自爆を入れる対策で第一の力が入ってます。で、ラストが、あ、でトリトドンは一応、ヒットポイントと特防に努力値を全部振って、あまりを確か特攻だったかな、 HD252 のあまり C とかに振ってます。一応なんかあれですね、前配布されたなんか世界最強のポケモントレーナーみたいな人のなんかトリトドンがたまたま手元にあったんで、トリトドン他に持ってなかったんで、こいつを特性とか努力値とかを全部なんか改造して無理やり使いました。で、ラスト6匹目がエアムドです。こいつはヒットポイントと防御に全振りして、あまり特防だったっけな、なんかその辺に振ってます。で、持ち物ゴツゴツメットで、技構成がドリクチ、鉄壁、ボディプレ、羽休めで、まあ、基本的にはゴリランダーとドリューズですね。ドリューズの、まあ、角ドリルは祈るしかなかったりするんですけど、ゴリランダーに一番安定するのが、このポケモンで、ここまででドリューズも結構きついんで、ドリューズとゴリランダー両方受けれるっていうところで、エアムドになってます。まあ、技構成は、ドリューズ受けるために、鉄壁。で、羽休めは、まあ、絶対入ってくるっていうのと、鉄壁と相性良くて、防御も高いのと、交代ギアのロトムとかに一番削れるボディープレスと、最後はミミッキとかに打点がなくなるんで、ドリルくちばしを入れてます。まあ、あとダイジェットで無理やり餌あげれるっていうところだったり、まあ、割と便利な技かなっていうところですね。っていう以上の6体で、やってました。来期からは、このバンギラスが使えなくなったり、あとまあ、役割対象のポケモン、例えばドリューズと、ゴリランダか、がいなくなるんで、まあエアームドいるのかな、どうかな、とかっていう、まあジバコイルもいないんで、トリトドンもとか、いろいろ結構変わるところはあると思うんですけど、まあ、一応初めて最終2桁まで行けたっていうところで、まあ、頑張ってよかったんじゃないかなっていう感じですね。じゃあ、以上です。おっつ。